こんばんは、中竹優です。何か悪いことが起きる前に予感する虫の知らせ。この動画を見ている方の中にも経験している人がいるのではないでしょうか。今回はもしかしたら虫の知らせがあったのではないかという方のエピソードを紹介します。都内に住む楠田さんはかなり汚い部屋に住んでいた。掃除など滅多にすることがなく、部屋はいつも汚いままだったという。ねえ、前から聞きたかったんだけど、お前んちいつも汚いんだけど、なんで部屋片付けないの？そうだな。宮野さ、日光東照宮って知ってる？小学校の修学旅行で行ったよ。それが？その東照宮の陽明門は12本の柱からできてるんだけど、そのうち1本は柱が逆さに取り付けられてるんだよ。逆さ？作った時にミスしたってこと？いや、違うんだよ。建物って作り続けてるうちはいいけど、完成した途端にそこから崩壊が始まるってことじゃない。だからそうならないためにわざと柱を逆にしていつまでも未完成ってことにしてるんだよ。ああ、衰退しないようにね。それは分かったけど、その東照宮とこの汚い部屋と何の関係があんの？部屋が汚いってことはまだ片付ける余地があるってことだろ。だからわざと部屋を汚くしてるんだよ。なんか部屋をきれいにしてしまうと、片付ける余地がなくなって、この部屋に帰ってこれなくなってしまう気がするんだ。なんだそれ。掃除したくない理由を無理やり考えたようにしか聞こえないよ。宮野にはわかんないか、この感じ。それから数週間後、楠田さんは亡くなった。大阪への出張へ向かう途中、飛行機が群馬県の山中に墜落したのだ。葬式後、楠田さんが暮らしていた部屋を引き払うことになり、宮野さんはその片付けを手伝うことにした。宮野くん、来てくれてありがとう。もし息子のもので欲しいものがあったら遠慮なく言ってくれ。形見分けとして宮野くんがもらってくれたら息子も喜ぶと思うんだ。ありがとうございます。あいつの部屋かなり汚かったから片付けるのも大変そうだな。覚悟して楠田さんの部屋に入った宮野さん。しかし二人が驚くほど楠田さんの部屋は片付いていたそうだ。え、なんで？楠田さんは大阪に向かう前日、なぜか部屋をきれいに片付けていた。しかしなぜ掃除をしたのかは誰にもわからなかったそうだ。アツシ君は幼稚園に通っている男の子。ある日、幼稚園で乗り物の絵を描くことがあった。車や飛行機、電車など園児はいろいろな絵を描いていたが、そこは幼稚園生。乗り物は真横や真正面から描かれているものが多い。しかし厚志くんだけは斜め下から見上げた感じで青いトラックを描いた。へえ、これ厚志が描いたの？普通幼稚園生なんて平面的な絵しか描けないのに、こんな構造の絵を描けるなんて、うちの厚志天才かもしれないぞ。でもこんな構図見ないと描けないと思うんだけど、いつ見たんだろう。それからしばらくして、アツシ君は幼稚園を卒園し小学校に入学することになった。アツシに机が必要だな、買いに行こうか。しかし店に行ってもアツシ君は机を欲しがらなかった。どうした？アツシ、好きな机買っていいんだぞ。嬉しいけど
僕には机はいらないんだ。いらない？なんで？使うことがないから。お父さんは机を欲しがらない敦くんに困ってしまったが、やはり机は必要だと使いやすそうな机を選び購入した。やがて入学式が近づき、通学の練習ということでお父さんに連れられて小学校までの道のりを歩く練習が始まった。よし、今日はランドセルを背負って歩いていこうか。あっち、ランドセルはお腹じゃなくて背中に背負うもんだぞ。いや、僕はこれでいいんだよ。何言ってるんだ、それじゃおかしいよ。いいんだよこれで。なんとなくこうやって使う日が来るような気がするんだ。あつしは変なこと言うな。しかし入学式を目前に控えたある日、あつし君は青いトラックに轢かれ亡くなってしまった。小学校を楽しみにしていたが、その前に亡くなってしまったあつし君。棺に入れられたあつし君の胸には、結局使われることがなかったランドセルが置かれたそうだ。悪い予感を事前に感じる虫の知らせ。今回の話に出てきた楠田さんもあつし君も虫の知らせを受けているような行動を起こしていました。一体何を感じていたのか。亡くなってしまった今ではそれを知る術はありません。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。